その時、町ではとんでもないことが起こっていた。敵が攻めてきたの？そうだ。だが相手はただの兵士なんかじゃなかった。ウィスカムのやつ、どこにいるんだ？こんな時間に呼び出しをして。なんだ？俺、貴様ら。Oh!
Thank you.
スが、まさかこんなことになると、どこにいるんだ、ウィスカ、ウィスカ、どうして魔法を使わないの？まさにこれから使うってことさ。私、秒針をしている前ではなそうだ。長押しで魔法を食べて離して解き放ちます。なるほど、そこ、魔法ルール。あるわね。炎症中を受けた。かっこいい。どうだ、父さんとなかなかやるだろう。死んだ。やられちゃったの。いや、お前さん聞いてるか試してみてさ。それで先を話すのか。
Yeah.
来ました、ボス。鉄球人攻略法、いかに鉄球人の攻撃をかわすかが重要です。反撃の隙を見逃さないようにしましょう。Thank you.
危ない。
全くと、まあ、そうしてどれだけ大切なものを持っているか、なんであれ我々はそれに近づいているときはこう攻撃が激しくなってきているということだ。
だが一応これも回収しておこう。おい、そのクリスタルなんだかやばい力が溜まってるみたい。なんじゃあ俺だけか。クリスタルの木を襲ってくるときに必ずクリスタルの木を取り付けましょう。あ、この他にもまたこうの使いを活用してください。すごいや。おい、こいつはとんでもないやつ飲んでましたな。無駄なことだな。何も変わりはしない。誰だ、姿を見せろ。そう焦るな、時期に会うことになる。ルシスの末裔よ。ああ、肉は出てますね。